はこれでよしっと。せーの、天白の魅力発信カボチューブ始まるよの魅力発信カボチューブ、 YouTuber カボッチ誕生。改めましてこんにちは、天白区のマスコットキャラクターのカボッチです。カボッチの大好きな天白区の魅力をもっともっと皆さんに知ってほしくて YouTuber デビューしちゃいました。皆さんよろしくね。カボッチは天白区のマスコットキャラクターとして誕生。頭はクリアジカボチャ、体はヤゴト五寸人参。これはどちらも天白区の特産野菜です。胸についているヤゴトの蝶々は天白区で明治時代から作られている郷土玩具です。第1回目のテーマは天白区ってどんなところ、みんなが知ってる天白区についてちょっとおさらいしてみよう。天白区は愛知県名古屋市東部に広がる丘陵地にあり、東は日進市に隣接する昭和50年に誕生した名古屋市で一番新しい区です。天白区といえば区の真ん中を流れている天白川、河川敷の天白川緑地はみんなに親しまれているよ。カボッチの大好きなお散歩コースの一つなんだ。それ以外にも相生山緑地や荒池緑地、東山公園や天白公園など自然を身近に感じられる場所がとっても多くてみんなから愛されているんだ。カボッチも天白区の自然がいっぱいあるところが大好きです。天白区は昭和50年にできた名古屋市で一番新しい区なんだよね。同じ場所で撮った昔の写真を見てみよう。まだ今みたいに建物がなかったんだね。とても古いトラック、おもちゃみたいで可愛いね。カボッチもこの頃に行ってみたいな。カボッチの生まれるずっと前の天白区、なんだか不思議な気持ちになりました。それでは天白区の皆さんに天白の魅力をインタビュー、お話聞かせてください。僕の天白区の魅力は、天白公園でこうやって犬と遊んだり子供と遊んだりいい季節はバーベキューも天白公園でできることです。いいな。街並みが綺麗で住みやすいよ。天白公園には遊ぶところがいっぱいあって楽しいよ。そうだね、自然の中でたくさん子供を遊ばせられるよ。子供が毎日楽しく過ごしてるので住みやすいですあれですね、緑が多いことかな。木が多いよね、非常に木が多い。もういろんな木を見て歩くのを楽しみにしてます毎日。ここは交通の便が非常に良くて、ちょっと歩くとあの自然な、こういう自然があって本当に暮らしやすい、天白区です。なるほど。緑がいっぱいあって子供もたくさん遊ばせれるところがあるよ。ありがとう。インタビューに答えてくれた皆さんありがとう。みんなもカボッチと一緒で天白が大好きなんだね。カボッチ嬉しかった。もっともっと天白を好きになってもらえるように YouTuber カボッチはどんどんいろんなことを発信していくよ。皆さんよろしくね。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。